新年明けましてお召し上がり。どうもジャパニーズコケです。今あっちでは、桃鉄腕グランプリ M1 グランプリを芸人ギルドがやっているんですけれども、まあ、お昼3時ということで、お正月三が日ですから、ちょっとお正月らしいものを作ろうということで、今からお雑煮を作りたいと思います。はい、じゃあまあ早速もうお湯も沸かしてあります。で、僕のお父さんが九州なんですけど、小松菜とお餅だけを入れるもうお雑煮がうちは主流なんですよ。なんか九州のね、佐賀なんですけど、佐賀はねそうらしいんですよ。なので芸人ギルドの人にはちょっと物足りないかもしれないですけどという断りを入れて、何を作るか分かってないんですけど、早速作っていきたいなと思います。なのでまずは出汁の方から作ります。適当に沸いたお湯入れ、あ、そう、あともうエンボス手袋もしてます。私そうなんですよ、今ね大変な時期ですから。本出汁入れます。適当です。はい、適当に入れてください。でお醤油をちょっと、もう何でもいいです、薄口醤油でも濃い口でも何でもいいんですけど、これちょっと入れます。ほんのちょっとです。で塩で味を整えるんで、最初は薄めに入れます。はい、もうこれだけです。これで、あとはお餅の工程に入ります。お箸がない、割り箸そこにあった、ない、撮影には稲垣リーダーに手伝っていただいております。で、小松菜ちゃんですね、次は。あ、じゃあさ、ちょっとさ、稲さ、取りながらで大変だと思うんだけど、はい、ちょっと餅をさ、温めてくれる？あ、はいはい、500ワット1分でいいんだけど、500ワット1分でちょっとお餅を温めていただきたいなと。はい、普通のお雑煮ってあれですよね、あの、例えば椎茸とか人参とか大根、大根、はいはい、はい、鶏肉とか入ってるんでしょ。まあ、鶏は分からへんけど、ごぼうとお餅とかだよね、あと豆腐入ってる。だからその筑前煮みたいなことでしょ。まあのこう白身とやつ、はい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 、場所によって変わってる。そうだよね、そっちも食べたことあるんですけど、僕はねこっちの方が好きなんですよ。これ、はい、はい、お願いします。関西は白味噌ですね。あ、そうだね、関東はあの何、おだしとか、はい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 、お願いします。はい、レンジで1分でございます。はい、ありがとうございます。でもこちらの小松菜もですね、もううちのお母さんから埼玉市岩槻区、私の生まれ故郷ですよ、の神田農園、どこかは知りません、神田農園から送られてきたものを使いたいと思います。適当でいいです。あとすいません、どこを探してもまな板がありませんでした、申し訳ない。で、小松菜はですねそんなに大きくなくていいので、あ、でもこれも適当なんだよな、うちの袋はこっちの茎の方を入れたりするんだけど、俺は葉っぱの方が好きで。小松菜茎好きっすね。あ、やっぱり、うん、なんかそうらしいんだよね、葉っぱっしょ、やっぱ。で、まあ、何でもいいです。あの、茎も入れますし、葉っぱも入れます。いいじゃない、新芽。これはもうこのまま使いましょう。すいません、ちょっと手で隠れてしまうかもしれないんですけど。で、小松菜ちゃんをですね、入れます。もう本当にこれだけ。うちは。うちはというか、九州はって言ってたんだよな、うちの父ちゃんが。そんなことないんだろうけどな、絶対。貧乏だからって言ってました。貧乏だからそので入れます。はい、でお餅もできたんじゃないでしょうか。どうですか、熱くない？全然熱くない。本当に？もう1分いこうか、2分ぐらいやったらいいんだけど、柔らかくなればいいんだよね基本。うん、そう、あと焼かない、焼かないでしょ。え、あ、そうなの？俺が食べた雑煮は焼いてあった、関東の雑煮は。あ、関西は行かないかもしれない。ああ、なるほどね、そう。でですね、そんなに
アクもクソもないんですけど、一応小松菜を入れたのでアクが出る可能性が、あ、もうこれです。本当はね、あの、お、本出しでいいんだけど、本当はアゴ出しと煮干しで作るみたいです。うちのおっ母が言うには。全然あったかくない。あ、あったかくなくてもいいかな。柔らかくなってればいいから。うん。はいはいはい。でですね、まあ本当にもうあとはこれで味付けて餅入れてで完成しちゃうんで、あの、まあ、芸人ギルドはねみんなお餅食べれますからあれなんですけど、まあ、芸人ギルドというか。ちょっと富士さんがやっぱり筋トレしてるんで、ちょ、富士さん用にも僕ちょっと作りたいなと思って、こちらですね、はい、プロテインバーこちらでちょっと作ってあげたい。あ、なんでずっと距離感間違えてよいしょ。はい、素敵。ニコラスさんとか食ったことあんのかな、雑煮なさそう、あの人。はい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 。うん、もうちょいだ。いいな、素敵、素敵ですよ、これは。お餅も入れていきましょうか。はい、箸ですよ、箸ですよ。やっぱりカッチカチだい、長き。お、もう2分いってくれ。はい、もう2分いってくれ。この間に俺は富士専用のを作るから。あ、プロテインバーのベイクドチョコですね。なんですか、チョコ入れるんですか。お雑煮には入れないよ。それはダメよ。びっくりした、それはダメよ。びっくりした、全員その味になっちゃう。そうでしょ、そんなことはしないですよ。もう富士さんのはこれとこれでいきましょうかね。これは富士さん用の、はい、できました。これもう本当に喜ばれると思うな、俺は。すごい嬉しい。これも出来上がりです。冷めないようにしといてください稲垣さん、あれを冷めないようにお願いしますよ。はい、お餅5つです。イナの分もございます。あ、まあ、はい、まあ、寿司食ってたかな、でもお前さっきあ、お昼ご飯。こんなにつかみにくいことありますか。はい、あ、本当はさ、俺さ、あの、お餅に何かがくっつくのすごい嫌で、まあいっか、芸人ギルドだしな、いけんだろ。本当ならね、三つ葉とかあれば、三つ葉とかも入れてもいいんでしょうけど、ちょっといかんせんね、やっぱ吉本さんのちょっとこっちの方があれなんで、ちょっと出せない、そこまでは出せないと、三つ葉までは出せないと言われたんで。イナのポケットマネーから出てきそうだな。あ、どうしよう、ちょっと富士さんこれさすがにか、これはボケだとしてもこれは、まあ、ね、ね、味気ない、味気ないな。そう言うと思いました、そう言うと思いました。稲垣さんが用意しております。私もはい、こちら体に大事タンパクト、こちら喜んでくれるんじゃないかな、富士さん。すごい体のこと気使ってる俺今。あ、ごめんなさい、中火にしてください皆さん。ここからは、いや、あの、自粛期間でね、そのなかなかね、みんなにご飯を振る舞うということができなかったので、めっちゃいいじゃん、彩りも見て、これこれちょっとこれ、うわ、癒さないでくださいね、これあ、いい、もういっちゃいましょうか。もうできてるんですか。あ、もういける、もういける。もう芯もないから、うん。ちょっと待って、味見していい？はい。そんなことよりさ、あ、いいや。
ということで5人分のお雑煮できました。じゃあ早速持ってきたいと思います。あ、ちょっと待ってください。岩下くんが今おトイレに行ったんで、はい、あれをインサートで。あ、インサートと岩下くん、こっちでね。皆さんお待たせいたしました。何ですか？お雑煮を作ってまいりました。めっちゃいい匂い。うずに。めっちゃいい匂いする。うずに作った。嬉しい嬉しい嬉しい。そうだ。嬉しい嬉しい。嬉しい。嬉しくないやついない。よっしゃ。ちゃんとしかも手袋もして。そうです。そして。ゴム手袋的なことして。うわあ。すごい。わかんないんだけど九州の佐賀は。いや、これ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 。あ、やっぱそうなの。九州って僕もこれです。あ、九州の佐賀はこれなんだよ。薄い色でね。うわっ、え、よかった。九州の佐賀はこれなんだよ。言ってたよ。小池さんが言ってました。少しでも自分の知識になるように。え、いいんすか食べて。まあ、みんな触ってから食べた。いいねやっぱ。よし、まあ、いい香り。はい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 。美味しそう。兄さんも。あ、兄さんもあった。兄さんも。あ、じゃあこれ兄さんか。いい匂い。いいね。いい匂い。いい香り。あ、星兄さんね。あ、星。はい。いい香りですね。はい、エリケン、はい、回して、ね、小松菜と餅のシンプルな雑炊ですね。そう、あ、ごめんなさい、フーディさんが、はい、あ、はい、はい、あれ、はい、んあれ、もうあれ、お雑煮ってそんな縦長だったっけ、全部。これ、もうフーディさん仕様に、おせちでしょ。あ、まあ、体鍛えてるフーディさんにはおせちかもしれない。プロテインバーと鶏肉です。ああ、小松さん、気使ってくれてる。なるほど。あ、いいじゃん、いいじゃん。小松菜すらもまんま。小松菜は切ればいいんじゃない。もぎたて。まあ、タンパク質食べたくない、食べたくない言ってましたもん、うん、そう。しゃあないよな。しゃあない。もぎたてって何。え、あと。アピールしてたしな。箸箸いや、それもわかんないよ、俺も。食べやすいでしょ、箸も。いただきまーす。いただきまーす。あら、ほんと。じゃ筋トレもしていいじゃん。ここで。いや、全然いいですよ。自分のターン来たら握ってもらえばいいけど。いつもプロテイン飲んでるじゃないですか。あれはね、何ですか、ルーティンだからね。なんか、冷蔵庫に。これうまー、うん、味な。いや、全然味ありますよ。え、ちょいちょいちょい。全然味ある。美味しい。サラダです。うまいね。サラダチキンバーです。いただきます。おかしくない。あー、ついた。おかしくない。ついた、ついた。おかしくない。餅の茹で時間ベスト。ちょっとまだな、筋トレ系 YouTuber でいいですか。私もう悔しいな。うめ、うん、プロテインって。シャキシャキや。うん、出汁がうまい。誰も聞いてないから。もっとレベして。俺知らない。誰も聞いてないから稲垣が首かしげるだけなんですよ。すいません、ちょっと僕自分の方のボケで精一杯なんで、すいません。いや、プロテインバーとサラダチキンこれ時間経っちゃうと餅がね、ふーちゃん、ぐにゃぐにゃになっちゃうけど、これうまいわ、これでな。さすがだな、あいつ。あいつ、縦にギリギリできてないな。うわ、10億円だって。よっしゃ。じゃあ、富士山にもあげるよ。え、いいの？いいよ。あれ、ラーメンマンのやつは？あ、違います。これ、マリオです。マリオだ、ほんとだ。中流級。いや、ほんと何もなかった。あ、ほんと？こんな分の、みんなの分の器がなかった。あ、ありがとう。普通にちゃんと美味しそうだ。ってことは、俺が一番豪華だ。プロテインもあるの。そうだね。いただきます。まあ、これで終わりだと大思いでしょう、皆さん。え確かにビッグマックがまだ来てないですけど。いや、ちょっと待って、そんなんねえんだよ。あと、とんかつもね。え、ニコラスさん、美味しい。あ、うまい。食べたことあります？お雑煮って。うん、小学校の時。うん、うまいよ。ちょっと悲しい思いで。先ほど問題で。聞いちゃいけないこと聞いた。うまいよ。まあ、美味しいですか。うん、よかった。